ごめんなさい。急に。おー、いらっしゃい。すいません、すいません。ごめんなさい。ちょうど恵比寿で飲んでて。あー、どうもどうも。ごめんなさい、ごめんなさい。いつも池田さんにはお世話になってるんですよ。ごめんね、そうそうそう。よう来させてもらってて。ねえ、ありがとうございます。いや、もちろん。いつも池田さんにはすごいお世話になってますよ。こちらこそだよ。で、紹介したい人が。あー、いやいやいや、とてもお綺麗な方で。さすがですね、池田さん。いや、綺麗って言われてる。あー、いやいや。じゃあ、お飲み物。いつものください。はい。かしこまりました。いいとこや。そう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 。なんか、寄って、まあ、みんなと飲んでて、あー、なんか、2軒目とかじゃないなーってなったら、来る感じ。そうね。で、そう、一人で来る。うん。なんか、一人で飲める店があんまりなくて。で、こういう、そうそうそう。だから、喋りやすいし、来させてもらってる感じかな。はい、じゃあ、レディーファースト。優しい。どうぞ。男性アフター。いや、言わんで大丈夫です。じゃあ、乾杯。いやー、すごい素敵な子ですね。ね、そうなんですよ。なんか、ねえ。どこで知り合ったというか。あ、これが、ハブで。ハブでスポーツ。ちょっと、でもなんか焼いちゃうな。いや、でも、なんかそれも、なんか共通の人、友達がいて、で、でもそっから、前会ったのが 2年ぐらい前か。で、久しぶりに再会して。へー、そうなんですか。ってな感じで。前のことはどうなったんですか。あの、前ここの店に来たの。3週間、あれ ?2 週間前 ?3 週間前 ?2 週間前か。ほら、あの、胸の大きな。やめてください。はい。やめてください。あっ私としたことが来てないのよ。すみません、失礼します。来てない。ごゆっくりどうぞ。なんで言うん。なんで言うん。なんで言うん。いや、来てないよ。だってほら言ってたよ、さっき俺も半年ぶりぐらいに女の子と飲むってな。せやね。そう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 。あ、こんなこれだけ確認いいですか。はいはい。ホテル行きました。なんで言うの？あの後。いや、あの時点でもう終電なかったじゃないですか。なんで言うの？で、わりかし2人ともほろ酔いだったから、ちょっとゴール決めたのかなと思って。ほら、あのサッカーお好きだそうですしね、ハブで知り合って。なんで言うの？なんでちょっとうまいこと言うの？さあ、ゴール決めたのかなと思うんですよ。さあとかじゃなくて、いえいえ、なあ、そんなんなあ。ねえ、そんな男は誰しもそういうのありますもんね。うん、いやいや。スラーっとしててね、170センチぐらいあってね。なんで言うの？はい。私と一緒じゃないのよ。うん。わりかしね、高身長が好きなんですよ、池田さんは。なんであれ、何でしたっけ、あの、一回、あの、ハーフのね、あの、ブラジルとのハーフの子。はい、あれ、いつだったっけな。なんで言うん。私、ポルトガルのようではないのよ。やっぱ、ハーフですよね。お好きですよね、ハーフ。好きですよね、じゃないのよ。ブラジルの子は、なんだっけな。そうだよ。そう、それ、6年ぐらい前じゃないですか。ねえ。6年前ぐらいですよ。ねえ。3ヶ月ぐらい前じゃないですか、ね。なんで言うん。なんで言うん。いや、ないのよ。半年飲み行ってないもん、俺。まだ池田さん、この店来られてないんじゃないですか。そうですか。はいはいはい。なんで言う。いや、だって池田さん25歳でしょ。その6年前なんて未成年じゃないですか。冗談がうまいな。え、29やで。29。なんでそんな嘘つく必要があるんですか。え、年上好きやもんな。男は年齢、ああ、そういうことか。そういう29です。あ、お姉さんは。マジで。28歳なんですか。29なんですよ。でも28歳でも全然大きいです。僕ちなみに35歳。29です。はい、もう、あ、わりかし、はい。あの、他にもお店経営してて、3店舗ぐらい。まあね、まあまあまあ、いや。まあだから、まあ言うと、まあ年収で言うと、まあ2000万から2500ぐらいありますね。なんでな、はい。いや、でも、基本自体でそれぐらいありましたよ、実際。なんで乗るの、はいはい、なんで乗るん。昔はスポーツマンでした、はい、なんで喋るん。なんで俺より喋るん。サッカーすごいやってましたよ。え、サッカー、はい、ゴールキーパーやってて、あんま刺さらんどって。あ、そうです、そうです、そうです、はい。もうすごかったですよ、もうすごい。止めちゃって止めちゃって、全部ハマってるやん、はいはいはい、そうなんですよ。
あ、全然来てください、いつでも来られたら本当もうタダとかでいいですし、なぜならお姉さんがお綺麗だからそれでお代をもらってるようなもんですから。なんでうまいこと言うん。ええって。はいはい、あ、全然全然、あの店終わるのはね、2時ぐらい、あ、待っててくれます、全然このまま、ま、はい、いいよ、よかった、池田さんお会計。なんでな、なんで俺この子だけ払って帰らなあかんの。あ、違う違う、この子の分は私払うんで、よかったら池田さん、なんで店員払ってるの。いいよ、わかりました、池田さんの分も今日はおごるんで、よかったら運び屋やん、俺そんな女の子連れてきて、こんなどうぞ、あとはどうぞ、頭おかしいやろ、違うんですよ池田さん。さは女性を物みたいな言い方どうかな。え、なんで怒られてるの俺。運び屋ってね、そんな、女性をまるでね、そんなもう悪い薬、なんか麻薬みたいな言い方してさ、まあ確かに女性の魅力は麻薬ぐらい素敵ですけどね。あ、素敵じゃないか。やめて。魅惑があるというか。なんでなん、一時、あの。笑いすぎですよ。この人やばいねんで。ここも。なんか、取引所にしてたりするし、ここ。あと、なんかお酒もめっちゃ強いの飲ませてくんねんで。言うてたもん、前。全部、俺はなんか、トロピカルアイスロングライランドにするわ、みたいな言って。あれ、めっちゃお酒とお酒が入ってて、酔うからって酔わせてくんで、この人。ええんか？酔わせてくんねんで。で、酔わせて、店閉店にして二人きりでってなんか、近くに座ってくんねんで。ええんか？取引上の話は、絶対にしないでくださいとお伝えしたはずです。ん？嘘、嘘、嘘。嘘、嘘、嘘。ここが取引上という話は、してはいけないとお伝えしたパキュー。冗談ですよ、全部。な、変な嘘やめてください。なんですかその弱さ。そんな人を落とすような嘘やめてくださいよ、いくらなんでも。なんか眠なくなってきました。あ、そしたらそこにソファーあるんでね、よかったらもうそのままおかけになっちゃってください。大丈夫です、すみません。あ、すみません、あれ、どうぞ。はい、二人きりになれましたね。え、ごめんなさい、なんで出た、なんで出た、なんで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 、なんか入れたみたいになっちゃいますけども。いや、もう気まずいから寝ようと思ったんよ。はぁ、いや、いや、やめて、俺やばいやつみたいになるでしょ。なんでなんすか。なんか入れたみたいな感じになっちゃうかと思ってた。眠たい、眠、気まずいから眠、もうこいつ悪いやつにしようと思って寝ただけじゃないですか。帰ってくださいよ、いいか。帰ろう、一緒に帰ろう、ダメ、了解。はい、お疲れさん。最悪や。普通にサッカーについて熱く語りましょうか。